私はこう言いました。挑戦しなさい、今のあなたならきっとできるとね。女子シングル史上初めてトリプルアクセルを果たして2つ入れてくるのか。1回目のトリプルアクセル、成功。さあどうするのか。いきますね。いきますね。そして2回目、その後のジャンプもことごとく決めます。2回目のトリプルアクセルは回転不足とみなされました。しかし浅田は大きな壁を乗り越えました。とてもよくやりました。本当に成長しましたよ。彼女は大きな目標に向かい、それを乗り越えていきました。失敗することを恐れず、ひるむこともなくね。フランス大会終わってからもうアクセル2回で攻める気持ちも忘れないで行きたいというのは思っていたので、攻めることはできたと思うので、その辺はすごく本当に良かったなと思います。シーズン初戦、浅田選手は世界的に有名なタラソワコーチになかなか自分の思いを主張することができませんでした。僕も仕事をする中で大きなプレッシャーを感じることがあります。でも葛藤の末に結局行き着く答えは、恐れずに自分の持ち味を出すしかないのだということです。浅田選手はその後グランプリファイナルで、国際大会では世界で初めてトリプルアクセルを2回成功させました。僕は浅田選手が自分の意思で2回跳びたいとタラソワコーチに申し出た時点で、すでに大きな成長を遂げていたのだと思いました。技術の結晶ともいえるジャンプ、一方で情感あふれる演技もフィギュアスケートの大きな魅力です。浅田選手はさらに高いレベルを目指すには、技術だけではなくこうした表現力を磨くことが欠かせないと考えました。その思いを強くしたのが強力なライバルの存在です。韓国のキム・ヨナ。スピード感のある連続ジャンプは高得点を叩き出します。何より際立つのが表現力。特にこだわるのは顔の表情です。キム・ヨナはその意識を
練習の時から徹底しています。公式練習の時は上を向いて滑ります。審判の方を見るようにするんです。下を向かずに審判に強い視線を送ることで演技に自信が持てるのです。誰もいない時は壁に向かって視線を送ります。恥ずかしいのですけど。浅田とキムヨナ、同い年の2人はジュニア時代からのライバルです。真央ちゃんがいたから私もここまで頑張ってこれたのだと思います。演技とかを見ててもすごく本当に素晴らしい選手だと思うので、それがすごいすごい上手だなと思うので、自分もそれに負けないように頑張りたいといつも思っています。表現力をどう磨きライバルに対抗するのか。顔の表情を大切にするキムヨナに対し、唐沢コーチは浅田に全身を使って表現するよう指導しました。体全体をダイナミックに動かすことで審判にアピールします。唐沢コーチは浅田の高い技術力を表現力にも生かそうと考えたのです。ジャンプも成功させながら表現力を高めるのはとても難しいことです。これを乗り越えられるように指導するのが私の仕事です。厳しい練習の合間、この日はほぼ1週間ぶりの外出でした。日の丸みたいほら、いいですね、これ赤より白の方が可愛いかな。はい、多分これにします。これいいんだ。大好きな買い物が気分転換につながっています。部屋でテレビを見ている浅田。放送されているのはロシアの人気番組です。女優がスケートを滑りながら物語を演じるというこの番組。審査員を務めるのはタラソワコーチです。
歌詞のない音楽ですが、表現しない